熱狂また熱狂の後楽園ホール、超満員のファンが待ちに待っておりました。今日のメインイベントがやってまいりました。60分1本勝負 3AA 世界シングル選手権試合であります。まずチャレンジャーが入場してまいります。青コーナー、今日ライオネス飛鳥に挑戦いたしますのは極本堂投手。今岩本文子先導をいたしまして、極本堂投手フル中野の入場であります。当然と胸を張っております。フル中野ニャンスケ病の発見、ヌンチャクをしっかり手に持って今青コーナーに登場であります。今日は髪の毛をですね、紫色に染め上げてますね。なんとも妖艶な感じがいたしました。レンジャー古中の登場をいたしました。後楽園ホールのリング上、さあファンがライオネス飛鳥を呼び入れております。しっかりと赤いチャンピオンベルトを今腰に巻きました。ライオネス飛鳥単独の上部に黒いバンド登場であります。選手になりました。次選手になりました。選手になりました。選手になりました。ライオネス飛鳥、古中野、そしてレフリーに対しまして花束が贈られております。そして上田晋司コミッショナーリング上に登場いたしました。さあチャンピオンベルトが返還されます。ジャガー、黒いガウンに赤いチャンピオンベルトっていうのもなかなか似合ってますね。そうですね、かっこいいですよね。はい、ジャガーもね、何度も腰に巻いておりました。一時はジャガーの恋人と私たちも放送しておりました、はい、3AA の真のチャンピオンベルトであります。このチャンピオンベルトをめぐりまして、いくつかの名試合が展開されてまいりました。ただいまから行われます 3AA 世界チャンピオンライオネス飛鳥対挑戦者古中野の試合は 3AA 帝による世界新入選手権であると宣言いたします。おーっとっとっと、今認定証が読み上げられておりましたが、早くも古中野がライオネス飛鳥に襲いかかったんですか。そうですね、肘を入れましたね、顔にね。はい、今日はちょっと殺気立っております。古中野、この試合も大変なことに阿部さんなりそうですね。これは攻撃ですね、はい、左でしたからね、今のエルボーも。早くもテープが飛んでおります。陸上、さあファンが待ちきれません。紹介が待ちきれません。早くもテープが飛び始めました。ライオネス飛鳥が今青いテープに決まってしまいました。後楽園ホールであります。そして今日は古中野に対しましても白いテープの応援です。さあライオネス飛鳥 3AA の世界シングルチャンピオン、今日は古中野の挑戦を受けるわけでありますが、阿部さん、はい、ちょっと古中野のですね、試合前のさっきだった雰囲気を見ますと飛鳥としても大変な試合になりそうですね。そうですね、だいぶグルも気合入ってましたね、はい、今日は体調も十分ではないでしょうか。古中野入ってくる時から何か目の輝きが違いましたもん。そうですね、はい、だいぶ自信があるみたいですね、ライオネス飛鳥、果たしてこの古の挑戦をどう受けますか。向井さん、はい、さすがに世界シングルチャンピオン試合っていうような感じでしょ。もうやっぱり花がありますね、出てくるだけで違いますね。そうそう、でもやっぱりブルー中野選手なんかかっこいい、私はなぜか応援してしまいました。あ、そう、はい、あ、すごいかっこいい。女性のゲストをお迎えしますとね、金太さん、はい、案外極門島の選手人気があるんですよね。いや、今時代にマッチしてますよ、あれは。金太さんが言うとなんかマッチしてみたいみたいな、はい。さあ試合が始まりました。いきなりライオネス飛鳥ジャイアントスイングが出ました。いきなり18番のジャイアントスイングであります。さあ気合が入っている、ファンが声を合わせております。何回行くか、一気に10回行きました。これは驚きました。千木さん、
いきなりジャイアンツスイング出ましたね。これはですね、起き破りのジャイアンツスイングです。これはですね、どんなコースターに乗ってるよりもすごいんですよ。そうでしょ、発揮してきますから。こういった時はアスカは気合が乗ってるんだ。乗ってます。さっきあの力こぶ出して私のところに刺したんです。 そうやってくる。あ、流血しましたもん。あ、なるほどね。頭切れましたね、はい、キックで多分切れたんだと思うんですけど。クラッシュギャルズはね、もうすでにあの解散はしているんですけども、やはりダイオネスアスカ、今日は長与千草が本部席に姿を見せております。クラッシュギャルズもダイオネスアスカとしてかかっているに違いありません。さあ、ロープに踏みました。ブルマカの踏み込んでいったラリアート。そして今度は両チームドロップ。さあ、行きます。ブルマカの決勝を変えていきます。そして強烈なブルマカのキック入りました。またも入りました。さあ、ブルマカのが襲いかかります。猛然と襲いかかります。そして今度はどうするか。あーっと、買い上げるか。タイムドライバーに持っていきたいというブルマカのであります。さあ、背中に一発エルボー。そして髪の毛を持った。ちょっとアスカ攻められている。あーっと、場外線になった。場外線は国門島の望むところであります。相当向こうに持っていきます。相当向こうに持っていきます。あーっと、あー、モニターでしか見えません。あー、椅子を持っている。椅子攻撃であります。場外で椅子攻撃を生みました。すごいですね。ブルナカの打ち合いぶりを阿部さん見てますと、リングとかそれから場外とかあんまり関係ありませんね。そうですね。どこで出る試合をやってますね。はい、はい、またライオネスアスカを捕まえた。また忍者攻撃がいった。あれは忍者じゃありません。何ですか。驚きましたね。何かのロープを止めていた。金具ですね。金でしょ、はい、あーっと、まともでやります。これは驚きました。いや、ロープが何かもう完全にね、緩んでしまいました。清野さん、はい、あのロープを止めした止め金ですよね。そうでしょ、しかしこれはね、ライオネスアツカとしてもどうしようもありません。脳天に一発。しかしね、これね、ちゃんとしたロープの状態じゃありませんし、しかもあのコーナーマットもね、今ちょっとブルナカノがね、これをまた取り出しました。そしてコーナーマットはまた向こう側リング下に転落しております。ライオネスアスカに落としております。さあ、レフリーもちょっとアジャに敗れまして不快という感じ。塩野さん、長期攻撃、はい、今コミッショナー行きましたね。そうですか。あ、今コミッショナーが本部席を立ちました。コミッショナーが本部席を立っていっている。さあ、ライオネスアスカも不快を切っている。そしてキック攻撃が入る。顔面を深刻に攻めて攻撃が入る。強烈な試合であります。凄惨な試合になりました、後楽園ホール。さあ、どうか。ちょっとロープの上に上がるのも大変であります。これあの試合がジャガーできる状態ですかね。そうですよね。ロープなんか使えませんしね、攻撃しづらいですよね。はい、抱え上げます。あーっと、後ろに落としました。このままいくか、どうか。カウントカウント2点も。さあ、ロープはほとんど使えない状態になりました。これはしかし案外ブルナカノの作戦だったのかも分かりません。お互いに額を切りました。強攻撃で額を切りました。さあ、ライオネスアスカ、あーっと、その額を切っているところにまたパンチ攻撃を浴びせます。ブルナカノちょっと考えられません。残酷な攻撃であります。これはちょっとどこからね、あーっと、カウントを入れません。ゴムヤダはカウントを入れません。じゃあ、たまりませんよ、あんなのが入っちゃう。今のは、あっと、また買い上げます。おっと、今度はゴムヤダは、ゴムヤダはがやられました。そして上からとどめを刺しに入った。カウントは、カウント、今のはどうでしょうか。反則を取ったか、ゴムヤダは。どうやら今のは反則のカウントのようであります。塩野さん、反則でしょう。今のはね、ボブヤザはね、倒された瞬間こちらを見てゴングを要請しましたから、おそらくこれはね、反則を取ったんだと思いますよ。ね、あーっと、あ、今ね、本部席からね、チャンピオンベルトを今取りに行きました。本部席から今ベルトを取ろうとしてます。コミッショナーのところに今チャンピオンベルトを取りに行きました。そして赤いチャンピオンベルトを下しております、ブルナカノ。これは果たして正式にはどうなんでしょうか。安倍さん、はい、今のはちょっと違いますね。違いますね。
さあ正式に古中野選手の反則がつけられております。しかし古中野は赤いチャンピオンベルトをかざしております。これは当然です。ボブ矢沢に対しまして強攻撃。これであの反則を取らなかったらレクジーありませんよね。そうですね、ちょっとひどいですね。当然ですよね。はい、しかしライオネス・アスカはなかなか届いたまんまであります。リング上なかなか届いております。反則を取られました。ブル中のまたいかに狂っております。チャンピオンベルトを頭上に高く出しております。ブル中野に対しましてカエルコールが沸き起こっている後楽園ホール。今ライオネス・アスカ選手が控え室に運ばれます。そしてブル中野も悠々と控え室に引き上げていきます。そしてなんとチャンピオンベルトがアジャースドによって控え室に持ち込まれますね。まあしかし